雨がめっちゃ強いな。よし、じゃあ撮ります撮ります撮ります。さあ始まりました、少量チャンネルの翔太です。今日はめっちゃ雨降ってる、台風近づいてる、お腹空いたなぁ。というわけでカレーをね作ろうと思うんです。イエーイ。今、りょうが仕事に行ってて、僕家にいるんですけども、まあこの雨でさ、帰ってくるのにもさ、結構しんどかったりするじゃん。もう移動時間とかも長いしさ、そんな中で、いつも料理、ご飯作ってくれるんですね、りょうさんは。で、まあたまにはね、僕が作ってさ、あげるのもいいかなって思ってて、普段料理を作らない年下彼氏が料理をして、冷えたビールを置いて待っていたら、どういう反応してくれるかっていうのを、まあ反応というかまあ、喜んでくれるであろうと思ってるので、それをちょっと今日は Vlog で撮っていきたいと思います。というわけで今日カレーにしますっていう風に LINE をしようと思います。終了。ワクワク止まらない、ワクワク止まらない。赤、材料は全くない。うわあ、そうだ、お米、お米は全くない。うわー、雨の中ですけども食材買ってお米持って行ってこようかなと思います。まあでも彼の笑顔が見たいので、そんなへっちゃらだぜ。あー、あー、米が重そう。さ、というわけで買い物してきまーす。イエーイ。よしよし、じゃあ行ってまいります。帰ってきました。よし、じゃあ今から作っていかなきゃいけないんですけど、作っていこうと思います。ひょにょ。よし、じゃあまずお米を炊いていこうと思います。お米手をきれいに洗って、お米買ってきましたよ。もう重かった。いや、まあ2キロなんですけどね。どんぐらい食うかな、あの人。3つぐらいかな。3つ、まあ3合ぐらいでいいか。さあ洗いましょう、お米さん。ちょうどいいね、これで取ろう。体勢きつめなんだけど、まあいいよね。なんかみんなさ、どういうさカレーが好きとかある？この具材入れるのが好きとか。俺ね、あれなのよ、じゃがいもがめちゃくちゃ好きで、じゃがいもを入れるやつだったら結構何でも好きなんだけど、正直ね、量がね、そこまでじゃがいもとかさつまいも、かぼちゃがあんま好きじゃないので、そのじゃがいも料理を作ってくれないんですよね。なのでちょっとじゃがいもを使った料理ってことで今回カレーにしたわけです。俺は結構好きなんだけどな、ちょっとね、あれみたいです。いやというか苦手みたいです。あ、ちょっとここじゃ、よいしょ、とね、雑談しながら作ろうかなと思ってるんですけども、なんか正直ね、そこまで料理が得意なわけでもないし、知識とかあんまりあれなんで、ちょっとポイントとかは言えないんですけども、このじゃがいもってね、結構そのアク抜きをしたらめっちゃうまくなるんですよ。まあどの時のじゃがいも使ってもいいんですけども、じゃがいもを使う料理の時はまあ水にちょこっとつけといた方がより美味しくなる気がする、多分な。多分今ね、しゃがんでやってんのよ。あんまりおすすめしないですこれは。でもちょっとね、画角的にね、この体勢が一番ね良かった。カメラ撮る分には。よし、お、玉ねぎさん、見て見て、この体勢はね本当におすすめしないです。危ないので。こういう時にさ、やっぱさ、二人やってる時はいいよね。なんかどっちかが取り合うっていうのがいいんですけども。今回はマジのサプライズで。あ、サプライズでもないか。あ、カレー作るってことは知ってるから、でもカメラ回ってるってことは知らないんですよね。ケータ。皮むきは終わりということで。はい。じゃあ、食材を切っていこうと思います。
まあカレーなのでね、そんなに細かくやらなくても大丈夫かなと思ってて、全体的に大きくてもまあ男2人なんで大丈夫かなと思います。美味しい。よーし、じゃあ炒めていこうと思います。まずお肉からね。早いな、めっちゃ量多くしちゃった。まあいいか、うまい。で、なんだっけ、玉ねぎがしなしなになったら水を入れるみたいな感じなので、まだちょっともうちょっと時間かかりそう。よし、めっちゃ多く使っちゃった。終了。よし、というわけでカレーをできました。じゃーん、こんな感じ。美味しそうでしょ。いい感じじゃない。よし、じゃああとは量の帰りを待ちたいと思います。ちょっと多め。お腹空いた。あとなんか持っていくものある？いや、久々のカレーじゃない。嬉しい。見せる。じゃーん。じゃーん、来ました。美味しそう。食べよう食べようね。乾杯。バイ。乾杯。美味しい。美味しい。ちょっとビタミン取んなきゃなって思って、氷結のレモンで。美味しそうだな。いただきます。熱そうだな。でもうん、気をつけて。うん、いただきます。うん、美味しい。美味しい。あー、うん、美味しい。ほんと美味しい。今月はさ、うん、旅行とか行く？翔ちゃんの誕生日もあるしさ、ゴーツーキャンペーンもあるし ね、行けたらいいね。どこ行きたい？どうしよう。てかあれなの、東京の人とかって利用してるかな、うん、でも今月からさ、対象になったんだよね、東京も。うん、そうなんだよね。どうしようかな。うん、行きたいね。ちょっとしっかりね、対策をしてからだけど、うん、うん、温泉もいいな。そうだな、箱根とか熱海とか。まあ移動距離ね、あんまりね、そうそう、かかんない方がいい。移動で終わるのももったいないじゃん。確かに確かに。多分一泊くらいしかできないから、うん、ちょっとしても、うん、そしたらまあスッと行けて、向こうでしっかり遊ぶ時間というか、うん、取れるところがいいな、うん、なるほどね。うん、どこ行こうかな。ね、行ったことないところとか。うん、うん、でもしゅうちゃん結構行ったことあるよね。そうだね。なんか飲み放題付きのホテルとかもあるよ、うん、そういうところにする。そういうとこがいいな。なんかバイキングでお酒飲み放題あると思うよ多分。うん、それこそ温泉街で。ああ、そうしようかな。うん、ちょっと探してみようか。マジで本当に。でもさ、あれかな、いっぱいかな。まあちょっと見てみなきゃね。うん、ちょっと後で見てみよう。うん、ひょうにょう。うん、あ、一気食いしちゃう。お腹すきすぎて。うん、まだあるから食べて。カレーすぐできた？すぐできた、できた。うん、早い。食べた。うん、おかわりはまだ大丈夫？うん、マジで美味しい。うん、あー、お腹いっぱい。はい、というわけで、おう、カレーを食べるだけの動画でした。美味しかったです。ただカレーを食べるだけの動画なの、これは。あ、今日はおかわり。おかわりする。うん、しよう。ほんと？じゃあ持ってこようかな。どれくらい食べる？年長さんぐらいの一人前。難しいね。じゃあ俺、年中さんくらいの一人前です。なんで足りるのそれで。これは年長さんの量じゃないと思うよ。年長さんそれくらいじゃないの？うん、食えないでしょこんなに。結構多いよ。はい、というわけで今回は、はい、カレーを食べるだけの動画でした。はい。なんだそれ。以上、はい、もう日常で。そうだよね、うん、はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。はい、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ではまた。喋れてた？大丈夫。